ったってもういない。冷静になる。私は冷静です。なんで単独で動いた。沢井氏に会いに行くってなんで誰にも言わなかった。だって止めるでしょ。星野を一方的に裁くのはおかしいです。沢井氏にも非がある。だったら沢井氏が被害届を取り下げれば全て丸く。星野に入れ込みすぎだ。頭を冷やせ。すいません。3年前友人が自殺したんです。高校からの友達で、もともと人付き合いが苦手な方で、職場でも孤立してたみたいなんです。リエ、ネットに居場所を求めてた時期もあったけど、でもそれもうまくいかなかった。リエ、彼女は私に何度も何度も助けを求めてきてました。でも私は仕事が忙しいから、今は余裕がないからって言い訳して、結果的に無視しました。私のせいなんです。すいません、こんな話。戻りましょう。俺も相棒を救えなかったことがある。自分のことを何度も責めた。それでも過去を取り返すことはできない。俺もお前と同じだよ。二度と同じ思いをしたくない。万丈さん。